はい、いつもご視聴ありがとうございます。車の話題でございます。本日はですね、9月の30日となりまして、こちらのシエンタ君が納車されてから丸1ヶ月が経ったということでございますね。はい、本日はそれで丸1ヶ月経ったですねシエンタ君なんですけども、まあ例えば走行距離とか燃費ですね、まあそういったことについて1ヶ月のね総括をしてみたいと思います。なかなかね、このラブフォー君、今私シエンタ君と言った可能性がありますが、このラブフォー君ですね、なかなかいい仕事をしてくれましたので、結構興味深い話となりますので、最後までご覧いただければありがたいです。それではどうぞ。はい、それではですね、この丸1ヶ月でですね走った、ちょっと走行距離をね、このトリップメーターで見てみたいと思いますね。本当はね、この間の旅行からですね、まあ頑張ってたんですけど、さすがにもうギリギリ、なっちゃったんで 5リッターほど入れちゃったんですけどね。それではですね、今回のまあこの走行距離ですね、オドメーターをちょっと変えてみたいと思います。はい、丸1ヶ月で、走りました距離が3445キロということですね。1ヶ月走って、まあ、1日100キロ以上走ったっていう感じでしょうかね。120キロぐらい走ったのかね。120キロまでいかないか。まあね、実はまあ毎日ちょっと実は車を使ってて、今別の企画で別の検証するためにね、結構まあこんな距離が出ちゃってるんですよね。まあそのね、新しい企画についてはまたね、次回の動画で、皆さんにお話しするのでお楽しみください。まあ今回はね、丸1ヶ月走行したね、データなどをご覧いただきたいと思います。で、今のところですね、まあ、リセット間平均燃費っていうのがですね、まあ、旅行から戻ってきて、まあ5リットルほど、給油してですね、17.1キロというふうになっておりますが、実はですね、こちらの方のですね、インフォメーションディスプレイですね、このナビ画面でも、細かい履歴が見れるので、ちょっとそちらを見ていきましょうか。でですね、まず履歴から見ますとね、これデータとしてはですね、1週間のデータしか保存ができないようなんですけれども、おおむねですね、まあだいたいおおむね1リットルあたりまあ20キロぐらいでまあ走ってる計算かなという感じなんですけれども、あ、これはまあ1週間というか、このベストなまあ燃費の、なんだろうね、この計測値なんでしょうね。7日とか9日、16、17、17、19、ちょうどまあ旅行に行ってる最中のデータですね。で、まあ最高燃費がこの今まで走った中で、最高燃費が 20.9km パーリッターという感じですけれども、まあね、瞬間値としてはね、26キロぐらいまで行ったこともありましたね。まあ高速走行をしながらとかですね、まあちょっと田舎の市街地も、田舎道ですね、田舎の方の市街地走るときには結構信号が少なかったのでですね、まあそれも手伝いまして、まあ信号止まらないでブレーキ踏むことなくね、巡航の40キロ、50キロで走れたっていうところで、瞬間的に26キロ出したっていうこともありましたね。はい。でですね、やっぱり今回ですね、一泊二日の弾丸の旅でですね、まあ、1500キロ以上走ったわけですけれども、まあ、千葉県の柏市を出まして、まあ、三重県の伊勢神宮を回り、高山を回り、まあ、白川郷ですね。そして、最終目的地のですね、まあ、海鮮食べに行くために富山県の射水市というところまで行って、そこからまあ千葉県の柏市まで戻ってくる。まあ、日本の本州のど真ん中をぐるっと回ってきた感じなんですけども、まあその結果がですね、まあこういうメインのこの3445キロのメインのですね、走行距離は先週の9月18、19の、まあ初の長距離旅で、まあ、
叩き出したという感じになっておりますね。はい。結構ですね、やっぱりラブフォー君は車が大きいし、まあ運転支援関係の、まあ機能も充実してましてですね、まあなんというか、いわゆるオートクルーズとかですね、まあそういったところ、まあトヨタのセーフティセンスなんかも充実してますので、まあ非常に楽な運転ができたおかげで無理なく、まあ疲労を感じることなくですね、まあ長距離運転が目指せますという感じになりますかね。はい。まあですね、また近々10月に入りましてからね、別の企画で、もっと今回よりの、よりもっと長い距離を走る予定のね、ラブ4での車旅を予定しておりますので、まあそちらの方もぜひ楽しみにしていただきたいと思います。まあいろんなですね、動画の企画が同時進行してますので、なかなか頭の中の整理も追いつかない中なんですが、まあこれからもですね、このラブ4の、での私のこのラブ4生活、どんどん皆様にね、お届けしてまいりたいと思いますので、まあ何かの参考にしていただければと思います。で、まもなくですね、改良ですね、ラブ4の改良版がまた新しく10月入ってから、行われるということなので、まあそちらも方も楽しみにしたいなと思います。まあね、まあ去年の改良がかなり大掛かりな改良だったということで、いろんなね、ウェブの情報を見てるとですね、そんなに大幅なことはないんじゃないかというふうな感じですけどもね、なんか運転支援装置関係でですね、まあアダプティブドライビングみたいな機能もついたりとかっていう話もあるので、そちらの方のね、まあ情報なども私、もし何か得ることができましたら、皆さんと共有したいと思います。はい。それではですね、まあ本日もいろいろと、長々と私が一人でくっちゃべる動画となってしまいましたけれども、ご視聴いただきありがとうございました。それではですね、次回の動画でお会いいたしましょう。バイビー。すげえ燃費だな、ラブ4。